20秒。あと10、9、8、7、6、5、4、3、2、ピーン。今が6時ジャストでございました。ご覧の通り今日も週の初めから野外ライブということになりまして、駐車禁止の標識の目の前なんだけど、停車禁止ではないので、停車禁止ってのは罰ですかね、片っぽだけあれっていうのは駐車禁止なんであって、停車禁止ではありませんって、こうへりくつをこねながらやってると、これぐらいやらないとそれはやっぱり毎日続けるという偉業を達成することはできないわけですよ。路上ですよ、路上ね、ちょろ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 っと、これ何も考えない。あとね、その次の信号を渡って1分30秒ぐらい走れば自分の家っていうことで、もう今日気分的にね、気分的にここからやりたいっていう気分になって、いっぺんも止めたから、実は腕時計してなかったんですよ。カバンの中に腕時計があって、時間わからなかった。でもそろそろ6時になっちゃうなっていうので、この場所に止めてですね、この場所っていうのはね、横がこんなのだから変電所ですね。でもっと上の方を移すと、横の上の方を移すと鉄塔ですよ。鉄塔、鉄尾、鉄塔っていう感じ。鉄塔、鉄尾。あれちょっとうまく入らないね。これなんか角度が、鉄塔、まあいいや。これ映すのにそんな時間取られてるわけじゃないから、もう、横こっちにね、鉄塔っていうのは、皆さんご存知ですね。電気のボルト数の高いやつを山を越え、ね、ビン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 ってこう、都会地に、市街地に送ってくるね。で、電線が太い、2000ボルトとか3000ボルトとかの電流。何ボルトの電流ってちょっと言い方が変ですよね。何ボルトの電力って言うべきかな。私そっちの電気の系統のことよく知らないので、この表現が正しいかどうか、それが今左手にあるということですね。それでカチッカチッとかと音がしてるのは、その右ウインカーと左ウインカーが同時についてカッチッカッチッって言ってると、停車して話してる状況っていうことなんですね。もうちょっとで家に着いてね。で、今日は参加します車クエスチョンマークとかってコメントがあって、そうです、今日は車ね、車っていう疑問に対して車っていうことでね。で、ネタを全然考えてなかった。出発するまで全く別のことを考えてましたし、運転しながらもお久しぶりとかって書いて、お久しぶりねっていうようなねことですね。いや、今日も早く終わっちゃうかな。これもう何回言ったか分かりませんって言ったって、1200何十回って今やってまして、今ひたすら1300回に向かって回を重ねてるわけですね。で、もう何回もお聞きになった人はたくさんいらっしゃるんですけど、この私の日刊生放送なるものは、月曜日から土曜日ね、日曜日以外のすべての日、午後6時から、まあ、規定は6時30分なんですけど、実態としては6時35分とか6分とか7分とかね、まで、生で私が喋ると。私が生で顔を出しして喋る。ね。Facebook Live っていう機能があって、iPad の
Facebook アプリを開いて、そこに Facebook ライブっていうね、ここから画像を入れますとかね、動画をアップロードしますとか、それと全く同じように Facebook ライブをここからやりますっていうのが、それ一つ押して、あと2つぐらい操作したら、今ご覧のように、ですからね、こう私がずっと時計持ってるっていうのは、皆さん何この時計持って何なの、今ですね6時5分、私の時計では30秒なんですけど、正確には5分15秒なんですね。ですから今お手元の時計と見比べてくださって、日本時間で、ね、そういう時間だったら、あなたは今生を見てると、なんという気づいでございましょうか、なんというラッキー幸運でございましょうかっていうようなことでですね、そういうことなんですよ。で、だから日本じゃなくって、まあ、韓国で見てるとかだったら1時間時間が違うから、もし韓国で見てらっしゃる方がいらっしゃったとしたら、5時15分とかだったら生だっていうことですね。同じようにこの時差を考慮していただいて、そうすると自分が今生で見てるのか、これね、生でずっと続けて毎日やるってね、大先輩がおりまして、ABC 朝日放送っていうのは大阪在阪の局であるんですよ。でね、ありがとう浜村淳ですっていう番組があって、この浜村淳さんっていうのはね、もうバケモンみたいな人、バケモンみたいな人で、ありがとう浜村淳です、ありがとう毎日放送で、朝日放送じゃないや、毎日放送ですよ、毎日放送です、ペラリララリララね、その「ありがとう浜村淳です」っていうのが曲のタイトルで、まあ浜村淳さんのお人柄を表してる、そういうタイトルですね。というふうに浜村淳さんの潜みに習って、私も関西弁でちょっと喋ってみてるわけですけど、浜村淳の声帯模写をやるにはちょっと今できてないですねということでね、まあ本当にやろうと思ったら10分ぐらい浜村淳が喋ってるのを聞いて、そこにとっぷり使ってですね、使った状態をこの後持ってきて、今浜村淳に使っておりましたっていう状態で喋れば、まあ 80% ぐらいはクリアできるかなと思ってるんですけど、全く浜村淳の見本を聞いてない状態でパッとできるほど上手ではない。これまで結構やったんですよね、桂米朝の真似とか、桂米朝なんか一番のハマり役っていうか、まあ落語の中でいろんな役がありますけど、まあ物知りの役でしょうな、米朝さん自身が物知りですから。で、落語の中で物知りと言ったら、横丁の長屋のに住んでる長屋のなんだ大家ねであるご隠居でも、あれね、物の方を調べたら、大家っていう言葉とか長屋っていう言葉とか町人っていうような言葉も、我々がその時代劇で出るのとちょっと違う、大家って名乗ることができるのは表通りにその構えてる場合だけとかね。で、町人っていうのも、熊さんとかあっさんとかは町人の部類には入らないね、町民の、まあ、自治組織に入ってるような連中だけが正式の意味での町人なのだと。だから司馬太郎さんのね、この国の形で時代劇で、そこな町人とかってね、お侍さんが言うような場面があるけど、町人って熊さんとかハッツさんは町人に含まれてないんですよ、ね、これやっぱり司馬太郎さんいろいろ調べたんでしょうね。で、調べた結果を惜しげなく自分のエッセイにバーッと入れて、小説にバーッと入れてね、ね、なんかだから司馬太郎調べたけど文字にしなかったものってたくさんきっとあるでしょうね。なんか一つの小説書くときに、時代小説書くときに、
トラック一杯、小型トラックっていう意味だろうか、それぐらい本を集めてきて、まあある古本屋はそこのその関連の本が全部ごそっとなくなるぐらい徹底的に資料を集めて、だけど資料に書いてることを全部使うわけじゃないわけだ。一番おいしい、なおかつそのストーリーの中でふさわしいのをね、1行か2行ちょろちょろっと使うために、そんだけ資料を漁るというこの司馬遼太郎さんの執念ですよ、執念ね。で、あの浜村淳は喋ることに執念、これさ、浜村淳の喋りもすごくて、映画の紹介コーナーっていうのがあって、私ね、浜村淳さん、私が学生の時に、高校生の時にもうすでにベテランの域に達していたということは、私が高校生っていうことは15歳ですから45年前ですね。で、もうベテランになってるぐらいだから、まあ当時30歳だと考えて、30足す45はまあ75歳、後期高齢者に入ってるかな入ってないかなっていうようなね。だけど指物浜村淳もちょっと滑舌というか、ろれつが悪く見えるというか聞こえる時があって、私が推測するには、やっぱりどうやってやめるかって相当浜村淳先生考えてらっしゃるだろうと思いますね。まあ芸人さんなんかだったら、あるいはスポーツ選手なんかだったら、もうちょっとでも衰えた姿がね見えるんだったら、潔くまだ余力がある間に、相撲なんて特にそうですよね。相撲なんてね、もう一番引き際が潔いっていうから、まああまりにも体力勝負だからね、パーンと張り手されて飛ばされて、で結局大怪我しちゃったなんてことになったら、それも大変ですからね。また習慣としてもできるだけ早く、でも結構お相撲取りでも長くやった人って年になる、こういうのまた調べとかないといけないですね。で、芸の世界でも、芸の世界って古典芸能の世界はどんな年取ってもやるっていうか、年取るまでやらないとなんか意味がないみたいな。私はずっと豊田家ロダユ推しをしてるわけでして、もう1990年代からですね、ロダユ師匠がゴスペルイン文楽ね、それが素性でやったら、賛美義太夫、賛美義太夫っていうのをずっと、だから今何年になるの、30年ぐらいね、だから師匠が一番初めにやり始めた老人ホームにね行って、慰問の代わりに、そう、私それ取材に行ったわけですよ。だから全然世に当時花房太夫師匠がね、賛美義太夫、新作の文楽、新作の素性になるものを、それもイエスの生涯ですから、イエスの生涯なんてのをやってるなんて世間の誰も知らない、で世間の誰も知らないのを世に知らしめるのがまさにメディアの役割でございまして、私はクリスチャン新聞の記者、大阪支局長としておりまして、でいろいろ情報を持ってきてくれる人がいるわけですよ。例えば谷中さんとかですね、この話も確か谷中さんじゃなかったかな、確かに絶対谷中さんが持ってきたネタはね、足利っていうじゃないですか、足利尊氏ね。でその子孫がずっといるんだけど、その長男長男長男直系の子孫ってのいるわけよ、宗家ね。で足利家のもう直系の一番真ん中の幹のところですよ、それの当主が実はクリスチャンにもうなってるっていう話ですね。そういう話、これ記事ありますよ、また探してみないといけませんけど、足利が名前が何やったかな、信之とかなんか信じて、ちょっと待ってよ、ちょっとまあ名字が足利であることは確かで、先代の時に初めてクリスチャンになった。これはどうしてかというと、新島城との出会いなんですよ。ご先代が小学生の時に小学校に通う、だから今の小学校とかなり意味合いが違うかもしれませんね、どうかよく分かりませんけど、で通ってる途中に
新島城先生に会った。だからあれは新島城だって知ってたのかな。と新島城が相手は子供であるにもかかわらず、うん、こっちから多分挨拶したんでしょうね、足利君が。そしたら新島城がこう深々と頭を下げて礼を返してくれた。それに足利君はすごく感じるところがあって、あ、新島先生っていうのは大変な人格者だね、小学生の言葉ですから、人格者っていう言葉はまあ脳みその中になかったかもしれませんけど、ものすごいまあ偉い人だね、尊敬すべき人だっていうのが、あの足利君の頭にね。だから挨拶も大事ですよね挨拶よっぽどその新島城の挨拶、なんかフロックコートを着てか、フロックコートを抱えてっていう風に足利が、のその当人、そうね、隠居してたんか、その人は。ちょっと待って、いや、そうじゃないな。だから二代目の人が初代のクリスチャンになった当主、ね、先代のことを思い出して、だから話に聞いてたんでしたね。新島城はフロックコートを小脇に抱えて、行き合った時に挨拶返してくれた。で、すごいこう、それがきっかけで、まあ、同志社に出入りするようになった。だから、同志社って言ったら、その大学だけじゃなくって、まあ、ミッションですよね。一つの、キリストのための働き、神のための働き、ね、そこには、教会もありますし、教会もありますし、が学校もありますし、他の働きもいろいろある。とにかく全部まとめて、コングロマリットじゃないですけど、同志社。同志社に出入りするようになった。ということですよ。足利が、青年が。ね。で、そのうちに、もう、洗礼受けたいっていうことになってきて、その、大学に進学するっていう段に、同志社に進みたいという志を足利青年が持ってしまうわけですね。当主ですよ、当主。その時はまだ当主でなくて、まあ皇太子でもないですけど、お父さんが足利本家、足利総本家、ね、宗家の当主で、自分は長男でそれを継がないといけない立場。その青年が同志社入りたい、同志社に入るっていうことは、もう当時のあれから言うと、ただ大学行ってね、同志社大学行ってチャペルの時間があっていいお話だったけど、それ聞いたんだけどすっかり忘れましたっていう世界じゃなくって、同志社っていうねもう行ったからには全然キリスト教と違う系統の人がね、なビッグなイエス字の人が行ったら、お前クリスチャンになるんかの世界で、事実クリスチャンになっちゃうわけですよね。だからこれは大変な問題だっていうことで、家族会議やるわけですよ、親族会議。で、どこでやったかというと、知恩院であったわけですね。京都の知恩院で、足利家の家族会議、親族会議やりまして、まあ、口論をつどつでしょうな。で、時代の空気とか流れっていうことはきっとあったんでしょうね。非常にそのキリスト教に対しても絶対許さないっていうようなね。ですから軍国主義の時代なんかに入ってきたらもうダメでしょうね。絶望的でしょうね。それがいつ頃だったのかな、明治の初めだったのか、中頃だったのか、後頃だったのか、内村先生なんかね、一校の教師、一校の教師やって、二戸部稲造も一校の校長をやるわけだ。あ、すごいね。クリスチャンが、ね、今で言ったら東大よりも高くそびえた学問の府っていうのとこですよ。だから日本のキリスト教ってね、そんな軽く見てもらっては困りますよ。まあ誰も軽く見てないよって皆さん言ってくださると思いますけど、そういうことがあって、その、御神鋭っていうのをさ、天皇の写真ですよ。それをなんか飾るところにね、飾って、それを礼々しく出してきて、それに対してお辞儀するって、これ今考えたら大変な問題
だった。その前段としては井上薫じゃなくってちょっと待って、文部大臣やった人が結局暗殺されたんか。でその理由っていうのが、それはマスコミの悪意なんですよ。伊勢神宮に行って、でそのご神体がな、そういうところミスをステッキの先でちょっと上げた、そういうものすごい不敬があったって、全然もう根も葉もない嘘をある新聞社が書いて、それに憤った右翼が襲撃してっていうことがあって、結局文部大臣降りたのかな、それとも死んだのかな、もう命がけですよ。それからはまあクリスチャンの系統、クリスチャンであったわけでね、大きな問題ですよね。日本の教育っていうのがどういう方針でいくのか、ひょっとしたらこんな野草が文部大臣やってたら野草にしてしまうかもしれない。だけど私先週か先々週話しましたね、初等教育、幼児教育は確実に野草の影響を受けてるわけですね。影響を受けてるどころか恩恵を被ってるわけで、初等教育で欠かすことのできない名前ペスタロッチね、看護師さんたちにとってナイチンゲールという名前を欠かすことができないのと同じぐらい、いやそれ以上ペスタロッチっていう名前は世界の初等教育に大きな貢献をした人で、それからフレーベル、フレーベルってのは幼児教育なんですよね。で彼らはこれまでヨーロッパにおいては人間ってのはその小さな大人に過ぎないと、だから子供独特の特質とかね、成長段階、段階に対する配慮とか全然そういうのはなしで、単なる労働力しか見てないっていうか、まあそれはでもヨーロッパでも子供に対する慈しみっていうのは非常にネイチャーなものとしてあったんじゃないですかね。でも日本なんかよりは弱かったっていうのを誰かの論文で読みましたけど、だからペスタロッチが幼児教育に関して、いやペスタロッチが初等教育に関して、フレーベルが幼児教育に関して、一つのメソッドですよね。ですから、0歳児に対しては0歳児の特質はこう発達段階とか、それから心理的なものとかね、家庭環境とかいろんなものですから、0歳児を保育園とか幼稚園で預かったら、だからまだ保育園なかったわけですよ。ペスタロッチは保育園の祖なのであって、そのキンダーガーデン、英語で言えばキンダーガーデン、ドイツ語でねキンデルガルデンなんだっけ、ペスタロッチはドイツ語でいろいろ論文書いたわけですよね。で幼稚園っていうのを作るべきだね、幼稚園がなかった時に幼稚園作るべきだって言って、彼の主張がやっと認められて、ところがそのいやーやっと始まることになったと思った、またその時の政権が、幼稚園がけしからんと言ってバッと潰しちゃうわけですよね。ですからフレーベル自身は自分が世に問うた幼稚園っていうものが実際実現するのを見ないでね、目を眼をつむって、まあ、永遠の旅立ちところが、彼が亡くなってちょっと後にやっぱり幼稚園っていうことでね、で今皆さんご存知の通り、まあどこの国にも幼稚園ってあるでしょうよ、幼稚園ってあるでしょうよ、ね、で保育園っていうのは日本では働いている親たちが働いている時間に子供預けられる、そっちに主眼があって、管轄も文部省じゃなくて厚労省ですよね。だけど昔から心ある保育園の担い手たちは、保育園であっても幼稚園と同じようなクオリティですよね。子供にとってためになるようなそういう保育をしよう、そういう流れは脈々とあるわけで、うちの連れ合いは清和短期大学ね、で清和大学は関西学院大学と合併しちゃって、4年生の方は清和大学がなくなっちゃうんだけど、清和短期大学の方が未だに残ってるんじゃないかな。でそれは保育学部か短科なんですよね。うちの連れ合いも保育ということに関してはもうエリートっていうか、清和短大で
保育を学びということでね、寮がもう今から考えることはできないよね。その裸電球が部屋にぶら下がってて、一人部屋じゃなくってとか、なんか門限が厳しくって、そんないいとこのお嬢さんってわけでもないのに、むちゃくちゃ厳しい門限で、7時だっけ8時だっけ、それでね、社官がもう玄関張っててですね、遅れて帰ってくるやつはいないかって毎日見張ってるわけですよ。ところがね、物事には蛇の道は蛇じゃないですけども、裏をね、そうなんかこう改札をひっくり返すわけだ。自分の名前のところ帰ってきましたね、岩井豊が帰ってきましたって木の札かなんかをかってひっくり返して、あ、帰ってきたな。それをですね、人に頼んどいて、私のひっくり返しておいてねとかですね、で身柄は玄関が入ってこないで、やっぱり頼んどいてこっそり窓から入ってくるとか、どっか入ってくるところがあって入ってくるとか、まあ2年間ね、やったわけですね。何の話からそうなったんだ。そう、フレーベル・ペスタロッチの話で、でペスタロッチってのはそういう心ある幼児教育をやる人たちがもう絶対に学ぶその根本になった規定になったやつね。でペスタロッチっていうのは小学校1年生から2年生、3年生、4年生、5年生、6年生ね、そう初等教育のメソッドを作って、で明治の初め頃に文部省の偉いさんがアメリカに留学して、それが初等教育どんなのにするかの研究のため、で彼が行ったのがペスタロッチの先生気鋭の学校ね。ペスタロッチも泣く子も黙るペスタロッチね、まだペスタロッチ主義っていうのが世界に広まりきってない、だから新進気鋭のペスタロッチ主義のアメリカの大学行って、あ、これは素晴らしい教育だということでね、日本に入れるわけですよ。日本に入れちゃうわけですよ、バーンと。だから日本ね、軍国主義にだんだんなってって、小学校っていう名前をね、国民学校ですよ、国民学校。それでもう最後の終戦間際の頃はもう勉強なんかやってる場合じゃないね、もう軍事訓練やるか、それとも工場行ってね、仕事するか、勉強なんかやってる場合じゃない、こんな緊急時にみたいなね。あ、なんか戻った、車をね、出発させようとしたら戻ったんですよね。その国民学校というようなさすがすとした時代でも、その子供のことを思いやる教師がいた。でがペスタロッチもうクリスチャンの流れ脈々とあって、師範学校でそれを教えてたわけですから、師範学校でね。ですからそれが日本の初等教育のスタンダードなわけで、キリスト教大嫌いの人でも、実はこれ大元はキリスト教だ、クリスチャニティだって知らないで初等教育やってたわけでね、神様から大きな祝福の網がパーンと日本にはかけられてるって私はね言いたいですね。だから日本が今なんか本当にもううろうろしてっていうか、これからどうやってやったらいいので、原点に帰れ、原点って何？なんか日本会議みたいなのが、日本会議なんてさ、明治以降の伝統しか見てないわけですね。もっと江戸時代とかもっと前があるのに、そういう豊かな、ね、歴史を見ないで、たかだか、ね、百何十年しかない近代の日本ですよ。で、それも非常にデフォルトしたものを持ってね、そういうのになんか、裁判所で偉い人だった人とか、検察官のものすごい偉い人だった人が日本会議に名を連ねてね、クレイジーですよ日本って。だけど本当に日本が帰るべきところは誠の神様ですよ、聖書の神様ですよ。私はそれはね、声を大にして言いたい。私の日刊の放送ですから、好きなことを言わせてもらいますし、言ったからってね、弁士中止とかって警察官が出てきてバッと止められるわけじゃないんだから、
本当に言いたいことを言わないと、そういう言論の大変な弾圧ということを受けながら、これ正しいことだって言ってきた先輩たちにも申し訳が立たないですよ。せめてこのささやかな日刊の放送で言うべきことを、言いたいことを言おうというわけなんですけども、あのペスタロッチもフレーベルもクリスチャンですね。でそういう人たちの作ったメソッド、全然キリスト教の木の字も出ない、だけどこれは世界の教育のスタンダードっていうのは日本の幼児教育、初等教育に事実として入っているということですね。だから戦時中にあの24の瞳っていう映画小説あったでしょ。あれは小豆島か大石先生っていう女先生ですね、非常に殺伐としたことになっていってる時代、学校も小学校じゃなくって国民学校、ね、そういう中で昔ながらの唱歌ですよね。子供の歌を歌って楽しませ、子供に対して思いやりがあるね。赤髪一線五人でお前らいくらでもね、補充できる 馬とか兵器よりもお前ら価値低いんだ、そうであっても文句言うな、命は公務よりもカロシね、死んだら靖国神社に祀って、ありがたくももったいなくも天皇が心配してくださるんだから安心して死ねみたいな、わけのわかんないねカルトみたいな論理で国民をまあマインドコントロールしてですね、あの逆らえないようにして、そういう中でも子供に対する慈しみっていうのがあったね。それはペスタロッチとかフレーベルのおかげですよ。そういうものを明治時代に日本にくれていた、入れてくれていたね、文部官僚もうトップですよ、トップがですね入れてね、そうでなかったらもっと日本のタリバンみたいなね、で戦争に負けて戻れなかったかもしれないよね。だけど日本は戦争終わってもっぺん民主国家として、また国民一人一人の人権っていうものを大事にしてやっていく国に曲がりなりにも戻れた。今それが危うくなってきます、来てますけども、だから日本は戻るところに、帰るべきところに帰らないといけない。その帰るべきところっていうのは、ね、誠の神様ですよ。天地をお作りになって人間に命を与え、存在を与え、生きる意味を与えになった聖書に記されている誠の神ね。そして人間っていうのは罪を持つ、罪を犯すものになってしまったけど、イエス・キリストが自分が身代わりになって全ての人類の罪を許してくださってる。だから人間っていうのは生きていいんだ、生きなさいね、生きないと困ります、あなたが生きる道は必ずありますっていうふうにね、父なる神様、私たちの全ての人間のお父さんである神様は私たちにおっしゃってる。それが今の状態だ、ね、それに気がついて帰るということですよ。帰るということですよ。それがとっても大事だと私は思う次第でございます。これでね、今何分、あ、34分、35分まで終わるんですね。でお聞きになっているあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、月曜日の日刊の放送、外からね、外からやって、資料も手元のものにないのにベラベラ喋るとね、いうことでね、あとはコメント欄が、江川投手も小早川選手にホームランを打たれて首をかしげて、インタエスさんよく知ってますね。千代の富士も貴乃花と祈祷力なんて、ちょっと読み方は分からないに負けて引退を決意、なんか好きだね。さて皆さん、浜村淳のおしゃべり始めの言葉ですね、資料を集めてちょろちょろ使う論文も同じですね、とかって書いてますね。我らは MBS ヤングタウンってのあったんですよ。ヤングタウン、ヤングリクエスト、ヤングタウンって2つの曲、チャンチャララチャンチャって、なんかそんな感じのヤングタウンで、どっちかの方が面白くて、どっちかの方があんまり面白くないって言うかね今日は血色用意でありがとうございます。
ます。ね。ということで、もう火がね、これ上電気つけたの消すと、こんなんですよ。こんな。こんな。もうとっぷりと、遠き山に火は落ちて、っていうことね。やってる間に、まだね、35分なってないですね。35分。20秒前。35分ちょうどに終わろうか。こうなったらね。なんか最後に19、8とかやって。15秒前。あ、違う。36分や。36分ジャスト。5秒前。4、3、2、1。36分。